どうもこんばんは、森ちんです。さあ MHF なんですけども、今回はですね装備を作っていこうと思います。でまあその装備っていうのがこちらなんですけれども、こちらの装備全身 ZX で猛進強化交流強化でスキルまあこんな感じっていう防具なんですけれども、極真剣ガラティーンを使っていく前提の装備となっております。でまあ課金のものはその極真剣ガラティーンとあと PZ カフぐらいでね、結構まあリーズナブルな、いやまあ極真剣ガラティーンの時点でリーズナブルとは言えないかもしれないですが、こちらの装備剣心が入っておりません。剣士の装備には必須と言われる剣心が入っていないっていうね装備なんですけれども、まあこれには理由があって、僕が単純に剣心が嫌いなだけなんですけれども、まあ一応今回あの剣心を抜いた装備を組んでみたっていう感じなんですが、よく見ていただくとですね、この防具剣心1が発動するはずなんですよ。ミュンルの腰に剣心5、歌読みの足に剣心5が入っていて、剣心1が発動するはずなんですけど発動しておりません。なぜかというと、煉獄の胸、この防具がですね剣心マイナス5っていう防具で、僕これ全然知らなかったというか忘れてたんだけど、この防具があれば剣心発動させることなく剣心の入った部位2部位まで使えるやんと思ってね、ちょっと今回すごい感動してね、まあこれはね後日使おうと思っている装備なんですが、まあ一応そんなわけでね、剣心マイナス5のこの煉獄の胸だけ持っていないので、今回は作ってねこの剣心抜き片手剣装備を作っていこうかなというふうに思っております。なんかすっごいぐっちゃぐちゃな感じになっちゃって、うまく伝わったかわからないですが、でまあこの煉獄の胸なんですけれども、スキルポイントが攻撃6、猛進10、勢撃6、血気活性6、剣心マイナス5で猛進強化っていうことで、めちゃめちゃ強いんだよね。煉獄シリーズで他で言うと、あの足がね3回マイナス5、1点突破10みたいな感じで、極み討伐をしたいっていう時に合法抜こうって思ったら、まあこの煉獄の足と、まあ極ラビー玉1個追加すればいけるんじゃねみたいなあると思うんですけれども、まあそんな感じの煉獄の防具の胸を今回ね作っていこうかなと思います。はい、じゃあまずはね素材の交換からと思ったんですけど、僕は顎くの絹これめっちゃいっぱい持ってるんで、ちょっと仮ピーがもったいないんで今回は交換はなしでそのまま生産に移っていこうと思います。はい、こちらですね煉獄の胸、素材はまずミドガロンですけれども、スキルはこの段階から剣心マイナス5なんだね。あ、これは強い。ただやっぱ猛進がまだね全然プラス10とかそういう問題じゃないので、この段階で使うのはちょっときついかなっていう感じですけれども、じゃあとりあえず作って生産して、次の強化こちらですね。はい、早速止まりました。ギアオルグの尻尾が必要っていうことなので、早速取ってこようと思います。さあそれではまずギアオルグの方からいきましょう。でね、今日からというか、まあそろそろねエルラスタ同好剣をもうマイクエスト1枚ずつ僕使っていこうかなって思います。今ね僕468枚だかなんだかね持ってたと思うので、そんだけあったら多分もう使い切らないと思うんでね、サービス終了までに使い切れないと思うから、ちょっとねエルラスタ同好剣どんどんね、使っていこうと思います。で、武器は潜入魂で、しかも属性関係なしな感じで来ちゃったんですけれども、まあいいでしょう、なんとかなるでしょう。ギアオルグね潜入魂めちゃめちゃ相性いいんで大丈夫だと思います。で今回その作ろうと思っている装備なんだけど、あの装備ね一応そのゼナセリス、アンリミテッドのゼナセリスのやつが来たじゃないですか、あのなんだっけ、ときめきコインを集めるクエスト、あのときめきコインを集めるクエストではないんだけど飛行クインを集めるクエストなんだけど、ときめきコインばっか出るから、まああれとしてもね、でまあそのクエストのアンリミテッドのゼナセリスを倒しに行くのに使いたいなと思ってちょっと組んだやつなんですけど、ちょっと ZX5V 怖いよね正直怖いなって。あ、すげえ、レイラがあれだ、隆起共鳴やってくれたらこっちもゲージ溜まる、すごい。あ、これいいな、潜入魂ねえ、それ、あ、潜入魂使うときは潜入魂の方がいいじゃん、このエルラスタめちゃめちゃいいな。さね、ずっとフローラを僕は使ってたんだけど、これいいね、めちゃめちゃいいね。今日なんかたまたまこっちに変わってたから、まあいっかなと思ってやってたんだけど、あ、ちょっとやばいかもしれない、危ない危ねえ危ねえ、ギリギリセーフ。はい、ということで壊れました。早いですね、さすがにめちゃめちゃ早い。ただレイラ今凍ってたんじゃないの、ちょっとエルラスタもなんかもうちょっとさ強化されてもいいんじゃないって思うけどね、もっと強化してもいいんじゃないって思うけどね、どうなんでしょうその辺は。はい、ということでギアオルグ終わりました。いやーこれだって今週素材3倍だからマジやばいですよ。そう今日ね、こうやって装備作る動画
かなり時間遅めに始めてしまったけどね、ちょっとこの装備作り動画を刊行したっていうのは、あの素材3倍になってるからパッパとすぐ終わるだろうっていう算段のもとちょっと始めたっていう感じですね。多分ねみんなも今週だいぶ素材集めねがっつりやってきてるかなとは思うんですけど、来週紙集めだからね、来週は紙集め頑張りたいなと思うんですが、皮、角、はいはいはい、あーいいね袋、はあ、なるほどまあでも3本と猫連れて行ってるから4本目が手に入ります。いやうまいね、エルラスタの持ち帰りもあって、いやエルラスタ素材集め的にも普通にうまいんで、ぜひ皆さんね、あの剣がね余ってる方使ってあげてください。はい、じゃあ作っていきます。スキルポイントは上がんないんだっけか、そっかそっか、 Z と ZF では変わらずで強化して、で ZY がこんな感じですね。お素材持ってた。スキルポイントは攻撃が5になってくれると、でこのあと ZX になるときに攻撃6になって、撃破性6になって、税撃6になって、猛進10になるの、どんだけZY から ZX に上がるだけでスキルポイント11上がるの、防具内でとんでもねえな、スキル1個足せるじゃん、やっぱすごいね。剣心マイナス5があるとはいえ、剣心抜きたいっていう時だったらマジ神防具やんけこれ。それじゃあ ZY にしちゃって、レベルアップしていきます。ヒュジキキはねちょっと生放送でみんなと一緒にやってね素材集めてたんで、あいいね、ヒュジキキの素材あるよ。あーでもちょっと待ちた、ヒュジキキがないよ、行きまーす。さあそれではやっていきましょう。あ耳栓強化にしてくんの忘れた。まあでもなんとかなるかこいつぐらいだったらね。で今回の装備ねこちらなんですけれども、この中でミュンルの腰を使ってるんだけど、これがねもうドンピシャだったというか、前回というかこの前ねミュンルの動画を撮った時にどこ作ろうかなって言って腰を作ったんですよ僕。で天の神様の言う通りで決めたんだけどで腰作ったんだけど、今回の装備でドンピシャで腰が引っかかってきてね、新たにミュンルを作る必要がなかったというね、奇跡というかなんというかちょうどいい感じのねことが起こってね、僕はちょっと気分がいいです。これやばいですよ、これ食らうよ、危ないよ、シュ、あ食らっただと思った、死ぬよね、いや死ぬ星1で死にました。あなんかそんな感じの伸びする感じで死ぬのちょっと見えないんだけど、今まひるなやお前、今まひんないでくださいよ。ちょっとさっきの死因は完全に耳栓強化を忘れたことによるね、耳塞いでるやつでの死亡だったな。いや完全にフラグになっちゃってたんだな今な。ちょっとこれねエルラスタも連れてきてるから発達部位壊せるか不安なんだけど、これ大丈夫か、壊れてないもんねまだね。いやちょっとやばいぞこれ、しっかり真剣に、あー OK 終わりですねありがとうございます。いやさすがに壊れるなとは思ってたよ、うん不安だなとか言っておきながら、まあいけるだろうとか思ってたよ、うん大丈夫大丈夫、ちょっと痛いけどこのまま気にせず殴っていこうかなマジ全然何も気にしてないけど、これもこのまま殴って、あー OK 殴ってていい、全然いい、星1程度だったらもうこれで余裕ですよ。やめて、これでも剥ぎ取るときにさ、これ落雷落ちてくんのめんどくさいよこれね。はい素材も増えて針も手に入ったので OK ですね。はいじゃあ ZY レベル5の素材手に入ったんで強化しちゃいます。でレベル6、これ終わっちゃうんじゃない、これ動画の尺的に厳しい気がしちゃうけど、あーでもよかった、あ金がないだけだった。強化しちゃいましょう。スキルポイントはこんな感じで上がります。とんでもないねマジで。言ってしまうとこの剣心のマイナス5があっても、猛進にマイナス5したとしても、これね攻撃6、撃破性6、税撃6みたいな感じでスキルポイント割といいもんね。あでもあれか、マイナス5ってことはプラス5よりマイナス10なわけだもんね、マイナスの幅としては。っていうことを考えると、まあ一応あれかマイナスにはなってんのか。でも僕にとってはね、剣心を抜きたい僕にとってはプラスでしかないから、これはもうプラスで強いです。はい、これで OK ですね、完成しました。ちょっと強化できるところまでやっちゃおうかな。はいはいはい、あーいけるんじゃないこれ、ワンチャンこれレベル7までいけそういけそういけそう、いけない、
おお、やべえ、無被弾でいけた。今無言だったからかな、めっちゃ良かった。とりあえずね、もうせっかく素材3倍だからと思って、うん、このまま最終強化まで持ってきちゃおうって思って今やってたんだけど、やばい、今のめっちゃ良かった。どうしよう、このまま乗っけちゃおうかな動画に。マジですげえ完璧な動きができた気がする。そう、これがね、なんかこじつけみたいになっちゃうけど、これが剣心抜き片手の良さというか、その機動力が抜群に良くなるのよね。片手剣やっぱどうしてもヒットストップえぐいから、修正されなかったから、結局ね、重い重いって言われてたのに修正されなかったからきついんだけど、でも剣心がなければこんだけ軽くできるよっていうので、ぜひ皆さんね、この煉獄の胸を使った剣心抜き片手作ってみてあげてください。猛進強化もね、片手剣スタミナ結構使いまくるんでね、回避切りとかやりまくると、だからまあ相性いいんで、ぜひね入れても損はないんじゃないかなと思います。でこれ強化して、最後は足りない、了解です。オッケー、これで ZX レベル7完成。3だった嘘、あ、3、あ、ほん、あ、そう、そっかそっか、へん、これでようやく完成だ。はい、ということでなんとか50分ぐらい狩りをしてようやく完成しました。まあ、ちょっとね ZY の部分とかはあるんですけど、これね、連飛の鉢金とか面とかはね、 ZX にしてもスキルポイント変わらないので、まあ強化めんどくさいからやってないっていう感じなんですが、まあ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 、で猛進強化交流強化っていうことで、ただね、この剣心なし方って消費特攻あって、で切れ味の維持大変なんじゃないって思う方いると思うんですけど、大変ですね。はい、極真剣ガラティーンみたいな空毛かなり長め でしかも紫もな、めっちゃ長いみたいな武器じゃないと、なかなか切れ味の維持はできないと思います。だからまあさっきとか、あと他の動画でもね、剣心なし方っていいよみたいなこと言ってますけど、基本的には極真剣ガラティーンでの運用を前提としてね言っているので、そこら辺はご了承ください。ということで今回は剣心なしの装備を組むときに非常に有用な、この煉獄の羽織を作って装備を完成させるっていう動画でございました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。